ラム巡航戦車は第二次世界大戦中にカナダで製造された戦車。アメリカ合衆国の M3 中戦車を元に1941年に開発された。カナダではイギリス軍向けのバレンタイン不評戦車の委託生産を行っており、また新たに M3 中戦車の生産が計画されていた。しかし、M3 中戦車は車体に固定装備された手法の 旋回角度が限定され、古いリベット結合を組み立てであることや、社長が無線機を操作するイギリス軍の規格と異なり、砲塔内に無線を持たないことなどが問題視され、イギリスカナダ軍で使用するための条件を満たしていないとされた。このため戦車製造も行っていたアメリカンロコモティブ、社の子会社でもあるカナダのモントリオールロコモティブ社では、新たに、 M3 中戦車のシャーシコンポーネントを流用しつつ、全周線開放等にイギリス軍標準手法を装備、車体も中造性に変更した新型を開発することとなった。1941年6月には最初の車両が完成し、同年11月には本格的な生産が開始された。M3 中戦車をベースに開発されているため、アメリカ軍内では、 M3 カナディアンや M3A6 などと呼称されていたが、最終的には M4 中戦車系列に含まれる M4A5 という形式番号が付けられた。このことからもわかるように、M4 中戦車が生産数を増すとともに存在理由は薄れることとなってしまった。カナダで生産が行われていたものの、主要な部品の調達はアメリカから行われており、鋳造車体や砲塔も、 アメリカのジェネラルスティールキャスティング社で生産された。このため、カナダがバレンタインの生産に注力する必要があったことと、アメリカ国内の M4 の生産体制の充実により、連合国内でアメリカの工業力を背景とした機材の共通化が進められたこともあり、1943年7月には、計1949両で生産を終了し、 後継のグリズリー巡航戦車にその座を譲った。戦車としては、実戦投入されることはなく、カナダ、イギリス国内などで訓練用として使用された。しかしシャーシは、イギリス軍のセクストン自走砲に流用され、また戦車型を改造した、砲兵観測車ラム OP、コマンドや、砲塔を撤去した、ラムカンガルー兵員輸送車、装甲回収車型のラム ARV、 火炎放射型のラムバジャーは実戦で使用された。油圧駆動で旋回する主砲塔には当初から6ポンド砲の搭載が予定されていたが、ダンケルクでの損害を回復したい。イギリス側が旧型の2ポンド砲の搭載を主張し、輸出を止めてしまったためマーク I には2ポンド砲が装備された。その後のマーク I からはジャイロ式砲安定装置を装備した6ポンド砲となった。 この武装変更が設計の前提となっていたため、手法の乾燥を容易にするために、砲塔全面装甲は、ボルト止めになっている。また、左前方に 7.62mmM1919、機関銃を装備した銃刀が設けられていたが、マーク2の中途より撤去されポールマウント式銃化となった。ラムマーク、アイラム弾着観測、式戦車。 QF3.7 インチラム対戦車自走法。imgsrc=https://cdn.wikwiki.jp://w/warthunter:/m4a5:/def. ラミートップ .jpg レブイコール E7 ビット 5F6142CB5CB9 ビット 96A8C17155FC61A5&T イコール20兆1903億2217万4338オルトイコール M4A5 ウォーサンダーウィキありがとうございます